おはようございます。10月24日木曜日、全国のお天気をお伝えします。沖縄や奄美では台風20号の影響で雨雲が発達しやすくなる見込みです。九州南部は朝から雲に覆われて、午後は次第に雨が降り出します。種子島、屋久島などは活発な雨雲がかかって雨が強まる見込みです。この先も最新の気象情報をご確認ください。一方、近畿から関東にかけての太平洋側の沿岸部では、この後夕方以降にわか雨の可能性があります。お出かけの際に雨が降っていなくても、念のため折りたたみ傘があると安心です。北日本や北陸では午前ほど雲が広がり、雨の降るところもありますが、次第に天気は回復へと向かっていく見込みです。気温を見ていきますと、前日よりも気温が下がるところが多くなっています。この後も1日ごとの体感差に気をつけてお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。